僕はですね、ぴょこたんっていう名前でこういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。僕がね、やってるゲームでずっと楽しみにしてたゲームがあります。 PSVR のですね、ライアンマークスリベンジミッションってやつ。これめちゃくちゃおすすめ。この PS ムーブ2本持ちで、で SIE のロンドンスタジオが作ったゲームなんだけど、僕ねスケジュール帳に書いてね、ずっと楽しみにしてたの。これが実際やったらめちゃくちゃ面白い。やっぱりこれだよ、 VR ゲームで僕がやりたかったゲームはこれだな。ちょっと残虐シーンだし、銃とか撃ったりするからヘッドショットとかもあるけど、いやーここまでやっぱりこれです。これを待っていた僕は。昔のさ VR ワールドってあったじゃん。そこにいろんないくつかゲーム、サメに食われそうになって深海潜るやつとかの一つにロンドンハイストってやつあったでしょ。ロンドンハイストっていう銃撃戦と、ちょっとした車のカーチェイスと、あと黒人マッチョからタバコを投げられたりとかする、あのリアリティのあるあの世界が一つのゲームとして完成形が出てきた。いよいよあの時にそうやってちょっとのお試しでできていたゲームがきっちり一つのパッケージとして出てくるのが、まあこの前のアストロボットもそうだし、今回のこのライアン・マークスリベンジミッション一つの世界で、今まだねチャプター4ぐらいまでしか行ってないけど、でも面白いんだよな。すごいやっぱね、分かってるね。移動が肝なの。 VR ゲームって移動で酔っ払っちゃうから、こう自由に動けるような移動っていうのはどうしてもできないから、だったらカーチェイスを多めにして車に乗ってる状態で、こうここのさ窓をこう開ければウィーンってこう窓は開くし、なんならこうガチャって言ってバッて開いて後ろ見たりもできるし、でそういう中からカーチェイスでこうビーンってバイクに乗ってくるやつをパン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 って撃ったりとか、隣を運転してくれてる仲間がいるから、そいつのこう冷房の風が当たるようにこうここら辺ちょっといじってあげて、で自分の胸ポケットからこう弾を出してガチャってやってパン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 ってやって、で相手の弾が来た時にたまにスローモーション爆発バーンってスローモーションのこう車があるところがパン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 、うわー、うん、これが面白い。あれは VR ゲームとしてかなり完成形かもしれない。一つの完成形。アストロボットもちょっとイレギュラーな位置からの完成形が出てきたわけじゃん。自分は視点はここにあって、ロボットがチョコマが動いて、それをこうコントローラーと強さしつつ、コントローラーから何かを出したりして、その動いてるロボットを助けるっていうさ、ちょっとイレギュラーな部分の完成形が一つがアストロボットとするなら、正当進化の VR ゲームの完成形はやっぱコンシューマーだったら今回のこのライアン・マークスリベンジミッションなんじゃないかなと思ったね。これはね、やらない手はない。もうこういうムーブ2つでやれるから、ガリ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 って、うん、これから帰ってもやりたい。ただ長くやるとさ気持ち悪くなっちゃうのね、あのゲームって。だからちょっとしかやれないけど、ちょっとずつやりながら楽しんでいきたいと思います。こう銃撃戦とかタイムトライアルとかスコアアタックみたいなのもあるし、いろんなゲーム隠れてるから面白いよ、すごく。でもやっぱりアーケードの VR がどんどん進化していってるじゃん。この前の渋谷のあそこでやってたターミネーターのやつとか、もうこういうのが全部認識されちゃう世界っていうかさ、